どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今回はですね、皆様からの質問にガズが答えるよという、質問回答コーナー、もうシリーズでね、もうね、1,2 年も渡って、やり続けているコーナーがあるんですけど、それの最新バージョンをお届けしたいと思います。はい、この動画ね、みんなの質問書いてねみたいな、この募集動画なんですけど、この動画のコメントにいただいた、質問にガズが答えていくというシリーズでやってまして、今回なんともう第5弾となります。もう第5弾もやってんだ。皆さんすごいいい質問いっぱいありがとうございます。みんなの質問がいいからですね、ガズさんもすごい勉強になるんですよ。で、まあ皆さんも勉強になるし、この私ガズも勉強になるということで、すごくいいコンテンツだなと思って、進めているんですけど、ぜひそうだ、この動画見てまたガズさんに聞いてみたいことあるなとか、ここがわかんないみたいなことあったら、こっちの動画のコメント欄に書いていってください。今見てるこの動画じゃないですよ。これですよ。これのコメント欄に書いていっていただくと、またこんな感じで、次の第6弾とか第7弾で答えていけるかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。そしてですね、この今も言ったようにいい質問がめちゃくちゃ目白押しで、きっと皆さんにもね、めちゃめちゃ役に立つね、情報が山盛りなんで、再生リスト作ってます。ちょっとお時間ある時にダラダラ見てもらうと、あ、これ私の知りたかったことだとか、あ、こういうことだったのかとか、いっぱい発見があると思いますから、はい、この概要欄にあってある再生リストでね、過去動画もちょっとチェックしてもらえるといいかなというふうに思います。では早速も始めていくよ。まずお一人目様、いきなりすごい質問が出てきていますけれども、グレートピレニーズ大好きさんの質問でございます。グレートピレニーズ大好きさんはね、はい、これバリトンウクレレを始めたいのですが、バリトンはチューニングがギターの1弦から4弦と同じなので、他のウクレレと音程が違い、ギターのコード譜を見ながらだと5、6弦を無視して抑えると同程のコードになる点点点というようなことが書いてあり、ちょっと待って、バリトン音楽1弦が同じなので他のウクレレと音程が違い、ギターのコード譜を見ながら、ああというのが書いてあり、いまいちよく理解できませんでした。無視するというのは具体的にどういう意味でしょうかということですね。はい。あと、バリトンウクレレ用のコードの押さえ方を調べたいときはどうすればよいですかということなんですけどね。このバリトンウクレレっていうのがですね、まああるんですよ、世の中には。超でかいってことです。もう超でかいウクレレです。よくね、ガズレレでも、ウクレレ販売してますけど、ソプラノサイズ、コンサートサイズ、テナーサイズってあるじゃないですか。それよりでかいんですよ。バリトンウクレレっていうのは。で、しかもチューニングが違えって話なんです。チューニング違えんかいって話なんですよね。で、今これを、グレートピレニーズさんは、まあ、言っておるわけですけれども、まずね、なんでバリトンウクレレをやろうと思ったのかね。まず1個目なんですけど、そのバリトンウクレレをやるですね、なんつうのかな、こんなこと言ったら元も子もないんだけど、理由っていうのは僕はあんまり見つかんなくて、普通のみんなのウクレレとね、セッションするのもめちゃ大変になるし、あとでかいじゃないですか。で、僕ね、でもこれはちょっと僕のあれだけど、もともとギター大好きで、ギター弾くでしょ。で、ギター弾ける人は僕ギター弾いちゃうんですよね、大きい楽器ってなったら。なんかその、だからバリトンウクレレってすごくなんか僕もね、なんとも言えないなっていうふうに思ってる楽器で、まあでもこれから始めたいっていうふうに興味あるからね、別にそれ言ってもしょうがないかなっていうのはあるんだけど、もうテナーの普通じゃダメですかっていうのがまず一個。テナーウクレレじゃダメですかっていうのは一個聞きたいんですけど。でもどうしてもっていうことがあればちょっと説明しますわ。ちょっと今たまたまここにギターがあるんで、ちょっと言っときますと、まあね、バリトンウクレレのチューニングって、4弦と5弦を無視したギターと同じだっていうことなんですよね。だからこれが1弦、2弦、3弦、4弦なんですけど、このギターでいう、この、これが、チューニングなんですよ。ちなみに普通のウクレレだと1弦から違うでしょ？でん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 、ギターだとこんな感じになる。だからね、違うんですよね。で、例えばじゃあそのバリトンウクレレで C を抑えるっていうと、ここ、どういうことかっていうと、なくするって考えるっていうのは、このギターって6本弦があるじゃないですか。だけど、ここの上の2本をもうないことにしちゃうんですよ。で、この、今4本でしょ、この下。このチューニングでってことなんですよ。わかるかな？で、これをもう無視するってわけ。もう存在、もう弦外しちゃってもいいって感じ、ギターで言ったらね。で、ここの、ウクレレで言う C って言ったらここじゃないですか、ここ。これをこうやって弾くとね、はい、一応こう音が出るんですよ。これは、
実際に G なんです。G っていうコードになります。ウクレレでいうところの C のところを押さえると G とか、もうややこしいっしょ。とにかくなんかそんな感じなんですよね。で、まず、バリトンウクレレで一人で弾き語りする分には、ウクレレのコード表を見て、こういうやつあるじゃないですか、C とかでね。これを、この通りでいいです。ただし、C を押さえたら何が鳴ってるかって言ったら G のキーが本当は鳴ってます。G の音が本当は鳴ってるってことです。だからもう、チューニングが違うってことはそういうことなんですよね。だから、一人でやる分には別に、問題ないけど、他の人とウクレレのプレイヤーとかと合わせようと思ったら、これはもう大変。なんで、頑張ってください。頑張ってくださいとか、もうそれしか言いようがないです。で、バリトンウクレレ用のコードの押さえ方を調べたいときはどうすればいいですか？これは簡単です。Google 様にですね、バリトンウクレレコードって検索するといっぱい出てきますから。僕もちょっと今見てみた。そしたらそれを見て、もう一生懸命、覚えてください。ウクレレの、なんつうのかな、一人で弾き語りをするときにキーがね、合う方はいっぱいいるかもしれないけれどもですね。とにかくみんなもバリトン、ウクレレ楽しいからやろうよっていうふうには、ちょっとガズからはちょっと言いづらい楽器ですね。すごく大きいし、とにかく。なんで、逆に言うと、ギターだけしか知らない人の方が、でもそんなことはないな。僕ギターを弾くけれども、バリトンウクレレで余計ややこしいかもしれない。まあなんですけど、まあバリトンウクレレには、僕の知らないきっとバリトンウクレレで、まあ魅力が、あるというふうに思いますから、それはそれで楽しんで自分のこう世界をこう築いていていただければ素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますけれど、すごいですね、バリトンウクレレどこで知ったんでしょうね。はい、ぜひぜひやっぱ興味あることはやった方がいいですから、はい、ってなことでですね、アドバイスになったかどうかちょっとわからないんですけど、はい、だから今言ったようにこのね、グレートピリニーズさんがギターを弾けなければ、この一番上に書いてあったこのギターのコードを見ながらっていうのはもうあまり意味ないと思いますね。はい。なんか参考になればいいなというふうに思います。さあ、じゃあ次の質問に行く前に、ただいま G ラボのウクレレたち大好評販売予約受付期間真っ最中ですよ。はい。今回はですね、いいウクレレ、いつもですけど取り揃えているんですけど、G ラボ公式 LINE 登録で、ウクレレ購入で使える1000円オフクーポンもね、発行してますので、ぜひご活用ください。よろしく。はい、そうしたらですね、次の質問行きましょう。次の質問は、M ちゃんの質問いただきまーす。ガズさん、こんにちは。毎日必ずウクレレ触ってます。素晴らしい。しかし、年齢のせいか G マイナーを抑える時のように、普段曲げないような指の動きをすると手がつってしまいます。ほう。ウクレレを弾く前に簡単にできる手のストレッチみたいなものありますか？ Gm7 というのはね、こうですよ。こことこことここだから、こうですね。あるいはこうでもいいですよ。別にそんな、こう、わかる？一本ずつでもいいよ。入れば指が。こうですね。これで、ね、指がつるってことですけど、あとね、ちょっと待って、言わせてもらっていい？ここに書いてあるんですけど、M ちゃんね。年齢のせいかとか、こういうの余計なこと言わなくていいですよ。年齢とかそういうの関係ないですから。はい。全然そういうの、ないです。はい。ヤングだから大丈夫。で、手がつってしまうっていうのはまず一個は、まあ、なんていうのかな、これコードってコツなんですよね。ただのコツなんですよ。だからこの力入れすぎっていうのはまず一個あると思うけど、この G マイナーで言ったら、まあこうやって普通に弾いてると、ガズさんの場合は、この G マイナーに関しては、この親指が出てるロックフォームだと抑えられないです。絶対に。だからこのコードになったらクラシックフォームでこうやって押さえてます。見て、ガズさん、後ろここよ？親指。このコードの時は。だから、こうやって押さえるんですよ。1、2弦。だから1弦、2弦の真裏を親指で押さえるぐらいの勢いでちょうどいいんですよ。だけど多分ね、普段の押さえ方のまんまやろうとしてるからね、手がおかしなことになる。手にね、手がね、つるとかね、手首が痛いとかね、そういうのはもう絶対うまくいってない証拠ですからね。もう他のコードでもそういうよく A シャープでね、この手首が痛くなる人とかいるんですけどね、もうなんかこう角度変えたりとか、この、ちょっといろいろ、調整してくださいね。そんな、腱鞘炎とかね、つるとかね、やっぱそれはちょっと力も入りすぎかもしれない。そんなに力入れなくても大丈夫です。ちょっとこう、ダラダラダラと緩めて、まあ、ストレッチは、それはした方がいいのかもしれないけど、別にそんな、ウクレレ弾くぞってこう、いろいろやるっていうものではないかな。まあ、こんな風に、なんていうの、こう、ふいですよ、ほんと。でも中にはこう、キュッと反らない人がいるんですよね。ガズさんはこうやって反るけどね。だからまあ、これでもいいですよ、だから。これでもいいし、こっちでもいいし。はい。ちょっと臨機応変にその辺はやってみてね。楽しくやっていこう。
さあ、お次の質問行ってまいりましょう。次、なっちゃんさんの質問ありがとうございます。皆さんこんにちは。いつも楽しくウクレレやってます。弾き語りをするとき、決めの後や、もう一回、弾き語りをするとき、決めの後や、アルペジオの次に16ビートが入ると、ウクレレが必死で歌が消えていって、例えば、中島みゆきさんの銀の竜の背に乗って、急げ悲しみ翼に変われのところからのあるガズページオから、16ビートに変わっていくけど、ウクレレに歌が持っていかれるのを防ぐにはどうしたらいいですかってことが、ちょっと待って、急げ悲しみ、今ちょっとね、これ楽譜を用意したんです。これはですね、急げ悲しみのところ、その前までガズページオで、その急げ悲しみから16ビートに変わるんですね。要はガズペジオから16ビートに、瞬間的に変わりながらも歌を歌い続ける、ここが難しいということだと思うんです。じゃあ例えばですね、ここにちょっとノートがあるけど、ここがこっちからこういうふうに時間が流れるとします。でこっからここがガズペジオのエリアで、じゃあこっちが16ビートのエリアだとするじゃないですか。そしたらこうやってひっついてるってことですよね。でここで言うと、だからここで言うと、僕はこの非力を嘆いている。で、ここから16ビート。急げ悲しみみたいな感じで、こういう風に2ブロックで、ガズペジオと16ビートと分かれてるんですけど、この分かれがですね、こんな風にパッキリ分かれてないんですよ。これはね、皆さん今日いい質問ですよ、なっちゃんさん。ちょっとこれやってみると、まだ飛べないひなたちみたいに、僕はこの非力を嘆いているんだ、チャカタカタ急げか、こんな感じにですね、ふんわり変わっていくんです。ちょっと前に出てくる感じですね。ガズペジオが終わる前からも16ビートが頭から顔を出している。でこの曲に関してはやっぱね、ワンブロックコード2個だから、いくらゆっくりやってもちょっと忙しいです。じゃあちょっとやってみましょうか。まだ飛べないひなたちみたいに、ガズペジオです。わこの悲劇を嘆いている、どかたかたかい急げ悲しみ、はい、今わかった。もう最後の僕はこの非力を嘆いているの最後の A マイナーのところはもう16ビートになってんです。だからさっきのこれで言うとガズペジオと16ビートなんだけど、もう16ビートがちょっとこんな感じで入ってきてるわけよね。こんな感じで入ってきて、こう流れが良くなってるわけです。はい、もう一回。僕はこの非力を嘆いているんだ、なんだかたかみたいな、なんだかんだかたか急げ悲しみ、はい、ということなんですけど、まあまあでそれをやんなかったらね、逆にぴったり変えちゃうと、僕はこの非力を嘆いている急げ悲しみ、まあそうやって狙いでね、バシッとこうキュッとこう切り替えるっていうね、そういうアレンジもあると思うんですけど、まあなるべくだってこうふんわり変わっていく。だから最後の一個のコードの時にもう次の16ビートがこうふんわりやってくるみたいな、そんな感じのイメージだとね、いいと思いますよ。あとやっぱ歌がね、この曲も歌詞もいっぱい詰まってるし、コード2個だから、この曲に限ってはやっぱり慣れ、あとはゆっくりやる、これがいいと思います。はい、やっぱり16ビートになるウクレレに歌が持ってかれるっていう風に書いてあるからな。だからやっぱ慌てちゃうんじゃないの、16ビートになってきて持ってかれるっていうのはね。僕はこの悲劇を嘆いているんだ、カチャカチャ急げ悲しみ、曲を覚え切って言えると別にその持ってかれるっていうのはなんか、16ビートはやっぱりしっかり切り替えなんだろうな。まあ、楽しく練習してください。ゆっくりやるのがいいよ、やっぱり。はい。ありがとうございます。じゃあ、次の質問に行く前に、ガズの新しい本、この本、ソングブック6が、予約スタートになりました。ちょっと見てください。今朝ね、はい。もう予約の段階なのに、アマゾンで第1位になってました。すごいな。
みんなありがとう、予約してくれて。今回も名曲めちゃめちゃ入ってますからね。曲名ちょっと知りたかったらね、Amazon の販売ページのところにも曲名載ってるし、ガズの紹介動画のところにもまあ載ってるんですけど、まあちょっと概要欄に詳細貼っておきますわ。これぜひ予約してもらいたいんですけど、二つ注意点。いつも言ってる話ですけど、インストアライブイベントがあるかもしれないから、インストアライブイベントっていうのは、そのインストアライブイベントでやる会場の、で、予約とか、購入していただいた方じゃないと、そのね、無料イベントに入れないんで、まあ、その可能性があるから、ちょっと待っててって話と、あと8月にはですね、この立東ミュージック社さんから出てるガズレレ本が、なんと累計20万部記念突破キャンペーンが開催されることがもう決定してるんです。すごいことだ、これは。20万部なんつったらもうひっくり返りますから、本当に皆さん。ありがたいです。本当にそれだけの方が音楽で笑顔になってると思うとテンション上がりっぱなしです。いやいや、そんなこともあって、その、キャンペーンでは何するかつったら、指定のお店でご購入してくださった方に、ちょっとおまけっていうかプレゼントをですね、用意したり、なんかキャンペーン中にこうプレゼント、応募してプレゼントが当たるみたいなのもあるんですよ。まあなんでそれをね、ちょっと気になるなと思う方は、ちょっと Amazon 予約はちょっと、まだしない方がいい。でもしてほしいけど、しない方がいい。そういう微妙なこのありがたい感じで。はい。そんなわけで、ソングブック6。もういい曲盛りだくさんの楽よろしくお願いします。じゃあ、始めていくよ。戻っていきます。ね。お次の質問は、ジャパネット福岡さん。はい。質問です。ギターの CAGED システムの解説動画がたくさんありますが、ウクレレバージョンの CA、これ、ケージドっていうシステムですね。CAGED システムを解説している動画があまりないので、解説動画をお願いしますってことなんですけど、このね、CAGED システムっていうのはね、なんていうのかな、これはウクレレではね、あんまり意味がねえっていうか、ほとんど、関係ないっていうかですね、ちょっと説明しとくと、この、これギターってあるじゃないですか。で、ギターっていう楽器って C っていうコードが、こうやって押さえるんですね、指3つで。なんだけど、これ以外にも、これも C だし、あとね、これも C だし、なんか C、C、C ってこういっぱい押さえる場所がもう5つぐらいあるんですよね。で、それを知っとくと、いろいろフレーズを作るときとか、曲作るときとか、便利だよっていうのがこのケージドシステムだということを言われてるんですけど、ウクレレの場合はですね、そんなないんですよ。例えば C だったら、C 弾くじゃないですか。で、他に押さえられるっつったら、こうか。C と、こう。はい。これと、こうやって、こことこことこことここを押さえても、まあ一応 C なんですけどね。はい。なんでね、で、その他多分もうないんじゃないかな。そう、なんかだから、それを知っていても、ガズレレ的には弾き語りとか、なんかその、みんなが弾きたい J-POP を弾くっていうことにね、このケージドシステムっていうのは全くガズレレスタイルにおいてもね、説明する意味もなく、なんか、存在理由もないというか、ギターをやってる方にとってはね、すごい勉強になる考え方だと思うんですけど、というようなことで、説明も、をしておらずというか、ウクレレがあんまり関係ないような感じがするんですけどね。まあ、もし気になれば、ちょっと待って、なんかどなたか解説してる方いるかな？ウクレレで調べてみよう。CAGED、ウクレレ、ほい。なんか解説されてる方がいますね。なんか僕わかんないから、僕じゃなくて詳しい方に聞いてください。はい、お願いします。すごい回答になっちゃいました。まあまあ、しょうがないね。そういうこともあります。はい、そしたらですね、お次の質問に行きましょう。ですね、お次はですね、555プリン34263の質問です。大吉さんの動画を見て、大吉さんの動画やばかったですよね。めっちゃ面白かった。みんなね、最高だった、あれ。のを見て、カッティングの説明動画を見ましたが、どうしても聞きたくてコメントします。いいでしょう。はい。説明では指を伸ばして弦を押さえるとのことですが、G7 や E7 のカッティングを実際ガズさんされるのを見ると、指は伸ばさず、指は倒しているような感じがします。私は G7 のカッティングは小指で弦を押さえていますが、間に合わなかったりするので、ガズさんのカッティングを詳しく見せて、あ、これね、もうカッティングはね、ガズレレではもう毎度おなじみなんですけど、まあ、C とかの場合は、こうやって止めるでしょ。Am とか、Am。F も、
G7 はこうやって止めるのもありだと思いますが、僕の場合は親指でだったり一瞬にして、これね、僕も曲によってこうやってパッと止めるときと親指でこう握っちゃうときは、すっごい素早いフレーズのときは親指がやっぱ登場するときが多いですね。こういうのとかね。あと E7 はもうガズは倒すだけ。倒すだけ。要は3つの弦を押さえてるから、要は開放弦の2弦が鳴っちゃうだけだから、この中指で倒して止めるんですよ。浮かして。他の弦も浮かしてですよ。ね、そうすると。あ、ちなみにこれ旅レレです。いいでしょう。旅レレこういう説明するときでも超便利ですよ。はい、E7 も。まずじゃあガズレレ必須コードでいくと A、あ、A じゃない、C7、F、Am、D7、G7、あとなんだっけ、Em7、E7、こんな感じかな。はい。僕がやるとすごいサッとやるように見えるでしょ。だから、ここにも書いてあるけれども、みんなちょっと誤解があるような感じがしてて、このコードのカッティングはこの指で押さえなさいっていう決まりは一個もないです。人それぞれ全然違うんですよ。C をカッティングするときも、人によっても全然小指で止める人もいれば、こうやって止める人もいれば、で、別にそれ間違いじゃないです。要は、結果として音がパシッと止まればいいわけなんで、正解はないんですね。なんで、皆さんの正解の G7 の止め方、どっちでもいい。なんで、ガズさんも、これと、これ使い分けてます。E7。E7 もこれでもいいよね。はい。はい。なんで、カッティングは奥が深いですよ。まあまあ、この辺のことはですね、もうガズレレ大学で、もう皆さんもう猛烈に取り組んでおられている、ガズレレ大学の生徒さん、カッティングマジでめちゃめちゃ上手ですから。すごい上達してます。ガズレレ大学おすすめですよ。カッティングとか16ビートで困ってる方は、ガズレレ大学、毎月590円の、クラブ活動費で、なんていうのは、学費だ。学費で、毎週2回のライブ配信による講義ですからね、もう、チャットでその場でいろいろ聞き放題ですから。このコードのあのフレーズとか、そんなの。毎週2回ですから、1ヶ月でも試しに入ってみればいいじゃん。ね、ガズレレ大学ぜひ入ってください。概要欄に詳細貼っておきます。ってことでですね、555プリン3426さんはですね、自分のスタイルでいいです。このコードはこの指で押さえなさいという、1個の、答えがあるわけじゃないですよ。人それぞれのカッティングのやり方があります。あと、ロックフォームか、クラシックフォームかでもだいぶ違いますからね。わかる？ロックフォームっていうのは親指が出てコードを押さえる人。クラシックフォームっていうのは親指が下がってて、指にここの間にスペースが出て、こういうのでもだいぶね、カッティングのやり方違ってきますから。はい。あと、ストラップを使ってる、使ってないとかでも、いろいろ違ってきます。いい質問ありがとうございました。と。はい。そしたら次の質問に行く前に、はい。こっちの方もよろしく。ご機嫌ガズレレデイズ出てますよ、皆さん。これがもう大好評でございましてですね。買ってくださった皆様が Amazon のね、レビューをね、書いてくれると僕は嬉しいなということでお伝えしてるんですけども、Amazon のレビューにもね、いいこといっぱい書いてくださってですね、この本一体何かというと、これ学具の本じゃないんですよ、こっちは。こっちはガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本ですから、ぜひ皆さんこれ、絶対読んだ方がいい。もうね、めっちゃ楽しくなれるね、もうご機嫌デイズが送れる本になってますね。よろしくお願いします。概要欄に貼っておきます。さあ、今日最後の質問でございます。今日最後の質問は、ピータンさん。あ、ピータン、うまそう。ピータンさん、ありがとうございます。こんにちは、ガズさんのおかげで人生充実しております。よかった。早速ですが、キーを変えた時のイントロの弾き方について教えてください。うん、キーを変えた。アンダーザシーを原曲で弾きたくて、U フレットで調べ、カポ3フレットに挟んで、G コードで弾けるようになってきました。カッティングは諦めて、が、イントロをどの音で弾けばいいかわかりません。なるほど。ガズさんのレッスン動画の C コードはカポプラス2だったので、原曲はそこからマイナスね、C シャープから弾き始めでも低いとか、いろいろ書いてありますね。もうシャープとか言われても俺がわからないんですよ。なんでとにかく、あのメロディーを弾きたいってことだよね。これだよね。これか。ドゥンドゥンデ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 ン。これ、やりたいよね。だから、キーを変えちゃったから、このメロディー弾けなくなっちゃってるってことですね。で、1オクターブ高い3弦10フレットの C から弾けばいいのか。1、3弦の10フレット？そうそう。
三軒茶屋フレット？そんなとこじゃないな。これね、話は簡単です。話は簡単っていうか、ガズレレ的に言うと、このアンダーザシーで僕がレッスン動画で乗っけてるタブ風のまんまで、7フレットにカポしてください。7フレットにカポ立つと、はめます。7フレットね。そんで、ここでやるわけですよ。わかる？ね。で、まだここ来たら、はい、外して、なりーのってこう G から始まっていくってことですよね、多分ね。で、今みたいにカポをこう途中で外すっていうのはなかなか難しいから、まずカポで場所だけをこう覚えちゃって、その後はもう自分でここから、要は、さっきカポ始めた、はめてたところの3弦の7フレットを0と考えて、こうやって練習する。はい、わかる。7 7 10 10 10 10 9 10 20 10ですね。な、わかるよね。これでちょっとやってよ。で、もうそうしたらカポもいらないから、そうするとどうなるかっていうと、せーの、3、はい。こんな感じ G から始まりますというちょっとそんなアドバイスでございました。はい、覚えちゃったらできると思いますよ。なんでガズレレ動画に出てるタブ風の0フレット3弦の0フレットを7フレットと思うってことです。だから7フレットにカッパはめてあのフレーズを弾くのと同じでフレーズを覚えちゃえば OK ですということでございます。役に立ったかな。はい。あ、でも、いろんなキーでチャレンジするのも素晴らしい。その挑戦というかね、トライする。そういうのがね、やっぱり大事になると思います。ありがとうございました。ということで、今日も素晴らしい質問を、いただきましたですけれどもですね。なんか皆さんにもヒントがあればよかったなというふうに思うんですけど、まあ、ガズさんもね、こういう、なんか自分で思ってないことがやっぱ質問って来るわけだからですね。ガズさんもいつも面白く、お答えさせていただいております。はい。また、質問あったら、こっちの動画にコメント書い、こっちの動画のコメント欄に質問を書いてくださいね。今のこの動画じゃないですからね。はい。で、過去の質問、めちゃくちゃいい質問も、ぜひみんなにもね、共有してほしいんで、概要欄に過去の質問回答動画の再生リスト貼っとくんで、こっちもご覧になってください。はい。そしてガズレレ G ラブクレーター大好評販売予約受付期間中ですよ。ぜひ、概要欄チェックして、ゲットしてみてください。よろしくお願いします。さあ、それでは、またガズレレ YouTube でどんどん楽しんでくださいね。よろしくお願いします。質問回答もまた待ってますよ。バイバイ。